ライオンはトゥー、あなたは信じる、巷に転がる投資選手紹介チャンネル、どうもこやきです。アンバサダントゥーです。やばい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 、ジャンプではない、やばい。多分ね、もうね、小屋さんの視聴者そのノリ分かんないんですよ。あ、分かんないですか。で、多分小屋ちゃんの視聴者もお前それやるならジャンプ出ろよと思うと思うんですよ。これは今双方の視聴者を敵に回した可能性がある。で、今週たまたま収録時にはそのジャンプ救済やったと思うんですよね。たまたまね。だからちょっとヤバいができてないからこれで発散してるんですけど、この本ちょっとある意味ジャンプでヤバいんですよ。まあ、見るからにヤバそうな本ですね。これみんなどこに売ってるか分かんないような本でしょ。どこで買ってきたの。中身はね、こういう感じです。もう英語で書かれてるわけですけども、これがすごいヤバい本で、あのね、英語で書かれてるのは普通ですけどね。まあまあ、そう、俺にとって短いじゃないね、英語のやつもね。まあ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 、まあ今ではですね、皆さんも説明不要の宇宙人さん実在するのかどうかって言ったら、多くの人が今結構信じている方が多くなってきているそうで。そうそう、気になりますよ。それですね、宇宙人の存在を利用して世界支配を企むとんでもない組織があるってことを今日ちょっと皆様に告発しようと思ってるんですよ。もしかしてまあ X とかですか。はい、X かもしれませんが。はい、違う。違います。今日は違う。はい、実は世界には UFO や宇宙人を調査する任務をですね追っていて、その情報がほとんど出回っていないような、まあ、超極秘の組織が存在するんですよ。いや、動画で出えへんやん。そう、これやっちゃうの小屋さんすごいと。まあそんなですね、深い謎に包まれているわけなんですよ、組織がね。はい、実態に迫っているのがこれ、この本なんです。本にも出てもうてるやん、超極秘の組織。うん、しかもさ、ちゃんとこうシルエットしてる角だけちょっと生やしてるだけがめっちゃ可愛くないこれ。これ2010年 UFO 研究家ニック・レッドファーンによって書かれた本なんですけども、はい、このですね、ファイナルイベント&ザ・シークレット・ガバメント・グループ・オン・デモニック・ UFOs& ジ・アフター・ライフ、日本語にしますと、最後の出来事、悪魔の UFO と死後の世界に関する政府の秘密集団という、もう都市伝説界の陰謀論をたくさん集めてきましたみたいな本なんですけど、そうですね、これ読んでいきますと、その超極秘のですね組織の暗躍によって世界が終わりへとですね近づいている、刻一刻と迫っているよということが明らかになっているわけです。これ作者の人レッドファンさん、なわけないやん。なんでハロウィンのコスプレしてる感じのシルエットね。レッドやし。え、レッドファン言うとったから。でもそれ関係ないんですよ。違うんすか。そう、前の宇宙人さんもね、ちょっとグレーがグレーになってて ね、いい感じでエッチ効いてますよねって。ええねん、その表紙にしよう。はい、超極秘組織コレンズ8。実はアメリカ政府が UFO 研究を目的として結成した集団にコレンズエリートと呼ばれる組織があるんですね。なるほど、アメリカ政府が。このコレンズエリートという名前、ほとんどの方は聞き馴染みがないんじゃないでしょうか。確かに聞いたことはなかったですね。はい、これなんでか、これ理由あるんですよ。はい、というのも、この組織はアメリカ国防総省、通称ペンタゴンですね、うん、ペンタゴンの中で1952年に結成された裏の秘密組織なんですね。あの五角形で有名なペンタゴン。そうですね、一時期飛行機が突っ込んだりとかいろんなことで知ってる方もいらっしゃると思いますけども、うん、なんて言うんでしょうかね、その木の葉の里で言ったら暗部みたいなもんでしょうか。まあ、そうですね、秘密裏に結成されてるみたいなね。はい、裏と言ったのは表の UFO 研究が存在するからという理由もあります。ほう、実は同じ1952年からは有名な UFO 調査プロジェクト、プロジェクトブルーブックがコリンズエリートの本拠地であるライト・パターソン空軍基地でスタートされていたんですね。全然関係ないけどさ、うん、ペンタゴンの五角形とさ、うんうん、このブルーロックの五角形って一緒じゃない。おお、確かに、うん、まあほんまに関係ないね。本当に関係ない。でもびっくりした、目がブルーブックかブルーロックにちょっと見えてもうてさ、しかもそのちょっとね関連してるのかなみたいなね。もうとりあえずそういうとんでもない計画があったと。ありました。この計画では最終的に 12,618 件にも及ぶ UFO 報告書が集められているんですけども、ヘラが飛んねん。雑な黒塗りの報告書来たなと思って。いや、こういうのさえ出しとけばっぽく見えるんだよ。ちょっとまた歪んでんねんな、そこういう。なんでちゃんとスキャニングせえよ、ちゃんとよ。国家の安全保障にとって UFO が危険かどうか超大真面目に調べていたわけですよ。はい、まあ、調べるの大事ですからね。調べる大事です。そして結果としては UFO は自然現象の見間違いであって国防の危機ではないという結論が出されたんですね。めちゃくちゃな結論出してるな。じゃあ今更 UFO 認めんなよ。まあそれは今と昔もまた価値観違いますから。時代もね。このプロジェクトブルーブックは非常に有名で全米視聴率ナンバーワンのドラマにもなってるくらいです。これちょっと見たいよな。見たい。ですが実はその裏でコリンズエリートという秘密組織が結成されておりまして、これ本当にですね、はい、UFO 調査のプロジェクトブルーブックによって隠されるようになると、うん、それをあえて表面のに出すことによって影が見えなくさせるみたいな、ほう、いわゆるミスディレクションですよ、黒子のバスケで言うところね。そしてですね、なんとこの本の著者ニックは、うん、その秘密組織コリンズエリートの初期メンバーの一人なんだって。うーん、はい、
リチャード・デュークという人物に接触しインタビューすることができたんだそうです。ほいほい。ちなみにこの名前は偽名ではあったものの、うん、ニックは空軍特別捜査局の担当者から直接この人物を紹介してもらったんだそうで、結構信憑性高い。すごい ね、 ね。デューク氏によりますと、コリンズエリートの初期メンバーは15名ほど、アメリカ陸軍情報部や海軍情報部、そしてアメリカ空軍のメンバーの中からペンタゴンに招集されたという。まあでも軍ばっかなんですね。そうです。その結成された目的がね、すごいぶっ飛んでるんですよ。実は彼らが結成された目的は、 UFO やエイリアンはキリスト教でいうところの悪魔であり、アブダクションや宇宙人との遭遇は悪魔的なものであるという話の証拠を大真面目に調査するというお仕事。なるほどね、うん、さらに彼らによりますと、この悪魔的な存在は人類を終末、まあ、つまりハルマゲドン近づけようとしていってるということなんです。でも悪魔やったらそうかもしれないですね、うん、まあ、つまりね、宇宙人が人類を滅ぼす、まあ、悪魔ですというふうなことですよね。嫌な、宇宙人も神言われたら、うん、悪魔言われたら、ほんまに勝手に目つけられてね、もうね。しかも政府はこの調査を本気で進めようとしていたそうで、うん、コリンズエリートのメンバーが招集された時にはもうすでにある程度の資金が当てられる準備がされていたんだそうです。なんか理由があったんですか ね、うん、ね。だけどね、そもそもなぜこのような組織を立ち上げる必要があったと思います？いやー、なんでなんやろね。これ単純にね、コリンズエリートの決戦には1947年に起きた2つの UFO 目撃事件が関係してるんですよ。1つ目は1947年6月のケネス・アーノルド事件。これはビジネスマンだったケネス・アーノルドが自家用機を操縦している際に円盤型の飛行物体を9体目撃したという話なんです。この事件によって空飛ぶ円盤を意味するフライングソーサーという言葉が生まれた。ここからですね、空飛ぶ円盤が生まれたんです。いや、すごいね、フライングソーサーの海ですよ、はい、そしてもう一つはその翌月の1947年7月に起きたあの有名なロズウェル事件。知らない人いないですね。ロズウェル事件っていうのはアメリカニューメキシコ州ロズウェルの周辺で UFO が墜落したのが目撃されて異星人が回収されたなんていう話で有名ですよね。そしてこの2つの事件と宇宙人イコール悪魔説の関係を裏付ける調査に乗り出したのがコリンズエリートなんですね。わかりやすい。これだけ聞くとただのオカルト集団のようにも思えちゃうんですけども、多分この当時 YouTuber いたら絶対もう動画撮りに行ってるよね。まあそうでしょうね。パトロール系 YouTuber がもうごっそり言ってんちゃうもん。でも軍の人たちなんでしょ、情報部とかにいた。そうそうそう。それはそんな人が集められて気になるね。ねえ、実はですね、彼らが視聴者の中で非常に恐ろしい理由があったんです。はいはいはい。開かれてしまった悪魔のポータル。ポタージュ。ポタージュじゃないですか。スープ。スープ的な何なの？悪魔のスープ。何が開かれたんですか、悪魔のスープ。いや、なんかそのバズレシピみたいな感じでさ、悪魔の調味料みたいな。いやいや、そんなリュウジさんがやってる感じじゃないですよ。実はこの時代に2件の UFO 宇宙人関連の事件が起きたのは、ある出来事がきっかけでした。バズったわけではございません。悪魔たちが住む異次元のですね、まあ、言った悪魔たちが住んでる世界もあるわけですよね。悪魔世界に繋がってしまったと。そうそう、もうデスノーというとあの死神の世界みたいな感じかな、はい、そこの世界に繋がるポータル、つまり入り口で扉ですね、それが開かれてしまったからなんですって。なるほど。そしてその証拠となるのがある2人の人物だそうです。お、実はその1人は都市伝説的には有名な人物で、20世紀最大の魔術師として、え、何ですかそれは。アリスター・クローリーのポーズ。ああ、一瞬なんかね、ディアブルチャンプかなと思ったんですけど、まあでも悪魔って書きますけどね、はい、アリスター・クローリーさんです。ここでまさかのそうかなと思いました。早押しした、はい、ちゃんと予言して偉いですね。先に言われてしまいまして。1875年にイギリスに生まれたクローリーは独自の魔術体系を作り上げ、その魔術理論にのっとってさまざまな悪魔的な儀式や実験を行っているとされますよね。だからディアルブルジャンプのこれもね、悪魔的な ねとも聞きますよね。彼はビートルズのジャケットに登場したり、2002年の世論調査ではイギリス史上最も偉大な100人の一人に選ばれたりします。今でも密かな人気を誇る悪名高い魔術師なんですけども、そんなクローリーは別次元にチャネリング、まあ、常に更新することができますよという、まあ、できたでしょうね、クローリーならね。なんでそのクローリー推しなんですか。クローリーすごいですから、何でもできますから。ここは何ができるんですか。多分金とかも作れますよ、錬金術。はい、すごくないですか。はい、まあ、でもあれも悪魔の儀式って言われたりしますからね、錬金術もね。いろいろ苦労はしたそうですけどね、クローリーだけに。うん、クローリーデイズですよ。あのグローリーデイズみたいな輝かしいほど真逆なんですよね、はい、霊的存在を呼び出すことができたと言われているクローリーさん、うん、そしてその呼び出しにですね、成功したものがこちらです。うわー、すごっ。これね、ラムっていう霊的な存在なんです。確かにぽい。ラムちゃんだっちゃって言いそうな。いやいや、ちょっと無理がありますね。ちょっと昔のさ、鬼太郎に出てきた小泣きじじいみたいな感じする。そっちの方がしっくりくるね。これラムちゃんやったら多分人気出えへんかったり。あ、そう、うちと結婚するっちゃ無理無理
確かにね、うん、これ1918年に呼び出したラムという存在なんですけど、悪魔のアバターだったのではないかと言われております。これ何かに似てると思いませんか？コナキジジイ。いや俺言ったよさっきコナキジジイ。それは違うんですよ。あ、そうなんですか。実際皆さんもよく知ってこちらなんじゃないですか、グレイ。確かに、うん、ちょっと目の細さだけがちょっと気になるな。グレイさ、やっぱ目細いより気にしてサングラスにしたんじゃん。あ、これサングラスやったん、これドフラミンゴみたいな。確かにちょっとドフラミンゴのサングラスに見えてきたこれ。こういったグレイのような宇宙人の存在は1947年のロズウェル事件をきっかけに世に知れ渡るようになりましたよね。その約30年前の1918年にクローリーは儀式で悪魔である、まあ、いわゆる宇宙人グレイを呼び出したと。でその際に悪魔の世界とつながるポータルをもう開いてしまったと。開いてもだ、そういうふうに言われていると。そしてその後1952年にコリンズエリートが結成される決め手となった重要人物に、アメリカのロケット工学者ジャック・パーソンズという人物がいるんですけども、この人もねやばいことするんすよ。やばいこと、もうやばいことしそうな、なんか持ってるでしょこれ。そうですね、パーソンズはアレイスター・クローリーの信者でもあるんですね。彼の魔術理論を学び、クローリー本人とも交流のあった、自他ともに認めるオカルティストだったそうなんですけども。何それうさんくさい単語。オカルティストです。何か引っかかりますか？そうなんやと思う。多分オカルティストなんじゃないですか、そう思ったら。あ、まあそうでしょうね。そんな悪魔的な信仰を持ち、クローリーに習った儀式などを精力的に行っていたという、いわゆる異端児であるはずのジャック・パーソンズなんですけども、周りからはのけ者にされていたかというと、実はそうではなくて全くその逆の立場だったそうです。彼は根っからのオカルティストでありながら、大手航空機製造会社だったヒューズ・エアクラフトにも勤め、国家機密にもなっている数多くの文書にアクセスができる立場。なるほどね。なんと空軍特別捜査局はパーソンズに最高機密となっている米軍の情報にアクセスできる権限を与えていたと認めました。優秀なオカルティストやったよね。そうね。そんなパーソンズが魔術師クローリーが召喚した悪魔的存在を呼び出そうと儀式を始め、召喚に成功したのが、まあ、なんと1946年のことなんで、皆さんこう繋がってきましたね。えらいなってね。いや成功したいんやと思って、実際にその喜びをクローリー本人にも知らせたということです。嬉しかったね。できたよ僕クローリー、俺も呼び出すことができたみたいな。クローリーどういう反応したんですかね。おやるやんけ。そんな感じなんかな。はい、これね結構重要な年だったわけで、まあ、実際その翌年のね1947年を皮切りに、先ほど紹介したケネス・アーノルド事件とかね、ロズウェル事件っていうのが発生した UFO の目撃情報が各地では頻繁に行われるようになっていたということで、だからクローリーの弟子のせいで UFO が現れたってことですか。そう、もうポータル上げデモとかも何してんねんと。なるほど。そう、夏場ほんま玄関の扉開けっぱなしにしてるから、蚊めっちゃ入ってきてるやんって。同じ状態これ。うちも最近ハエが繁殖してね、大変やったんや。繁殖ってこと、家の中にたくさんいるんちゃうもん。そうそもそもポータルの問題じゃなくない。家の中にハエのゲートができて、ハエのポータル、ハエのポータルができて、これを滅するのにすごい戦争してる。滅する、鬼みたいな。いやもう本当に。あ、そうですか、うん、はい、このことからまずクローリーが異次元にいた悪魔を召喚したことでポータルが開き、そのポータルをパーソンズがさらに広げてしまったということでね、魔界の穴を広げる五木みたいなもんでしょうか。まあそうやね。実際にパーソンズは空軍特別捜査局とのミーティングで、彼の儀式によって広げられたポータルとロズウェル事件などの UFO は関連していると渋々認めました。絶対危機として認めたやろ。その後パーソンズは1952年に事故でこの世を去っております。その数週間後にはコリンズエリートが結成されたという流れなんですね。どう見てもこれ怪しいんじゃないですか。これ怪しいですね。はい、恐ろしいことにコリンズエリートはこのパーソンズが広げてしまった悪魔界への次元とつながるポータルは1952年の彼の死を開いたままになっていて、そこからどん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 悪魔たちが侵入しているというですね、もう魔界の穴が開いて、もうなんかその辺の C 級妖怪とかたくさん虫より死にやってきてるような、あの状態だと僕たち人類を終末に追い込もうとしていると考えたんだそうなんですよね。自己死ってのも怪しいですね。これもね、消されたんかもしれないね。悪魔崇拝の信者たちにそれを閉じられたら困るから、それに消されたのかもしれませんし、悪魔に殺されたかもしれない。あ、そう、悪魔に殺されたかもしれないね。まあそれはそうだよね。だって結界というのは広げることもできたら閉じることもできたりもするかもしれませんから、その開いた穴が閉じないように始末したのかもしれませんね。ただですね、実はこのコリンズエリートが結成された本当の理由、悪魔よりも恐ろしいものだったんです。世界統一政府の第一歩。ここで世界統一政府。そう、急にねちょっと都市伝説の中ではちょっと違うジャンルが入ってきたように思いますけども、はい、実はコリンズエリートの真の目的は、うん、悪魔たちの高度な技術を用いて世界統一政府を作ることだったそうなんですね。それ裏の組織にしとかなあかんわね。そしてその計画はすでに進行しているそうなんです、はい、実際にこの本の著者ニックが初めにインタビューした人物にレイ・ボーチェという人がいます。これラムのおじいちゃん。ラムのおじいちゃんちゃうわ。ちょっと似てるなと思って、ね、まあ、ちょっと似てるかもしれませんけどね、うん、失礼でしょ。じゃああなたが言ってるんですよ。
毎回この写真集するのこの人もどういう風に笑顔になってるかもう気の毒やわ。ちょっと写真は笑顔を撮らない。確かに彼はイギリスのキリスト教である国教会の司祭でありながら1969年に設立された世界最大と言われる UFO 研究している団体通称 MUFON にてネブラスカ州の元局長を務めていたという人物なんですね。そんな団体の愛しね MUFON、うん、ボーダフォンみたい。いいえ、ボーダフォン知ってる人少ないじゃないですか今ちょっと。そうですか。世界的には有名ですけどね、ソフトバンクのね、はい、前の会社でしたけども、うん、MUFON っていうね、こんなもう口座作れるんだもんね。ね、UFO 研究するんで口座作りたいですと思ったら三井住友とか UFO 研究やってるんちゃう。もう GMO ぐらいから作ってくるの。GMO なんやと思ってんすか。でありがたいですよ GMO、うん、そんな特殊な肩書きを持つレイ・ボーチェのもとに1991年コリンズ・エリートの2人組が接触してきたということです。MIB みたい。彼らは一般に宇宙人と言われている非人間的存在は悪魔的な存在であると、まあ、思ってるわけで、うん、それを言ったと。彼らはその悪魔たちをコントロールし、その超能力を破壊兵器として軍で利用しているという話だそうです。そもそもおかしいとは思うでしょ最初。ペンタゴンでさ、そういう組織が編成されるというのも、なぜオカルト的なところでね、その軍が真面目にお金まで使ってエリートを集めてやってんのかと。そりゃそうやな。それはだってそうじゃん、世界を牛耳れる可能性があるから。それはお金投じるね。ね、じゃあそのですね、悪魔たちの技術とは一体何なのか気になる。はい、具体的には遠隔視投資ですね。電磁波によって人間の心理に影響を与えるサイコトロニクス兵器のことだったそうです。はい、そしてそのコリンズエリートの2人組はとある12枚の写真をボーチェに見せました。そこには歯医者さんの椅子の上で脳波などを調べるいろいろな線がつながれた3人の男女の姿が写っていたそうです。心停止で亡くなった男性、頭蓋骨の前方部が押しつぶされた女性、窒息死した男性と、まあ、全員がですね死後の状態で、しかもこの死因はですね遠隔的に引き起こされたものだったんだそうです。デスノートや。本当にそう。みんな歯医者さんの椅子の上で脳波などを調べるいろいろな線がつながれているものの死後の状態だったということなんですって。あの脳波調べてるね。一体誰がこのコリンズエリートの悲惨な実験の犠牲になったのか、レイ・ボーチェは知ることができなかったそうなんですが、このひどい人体実験はどれも宇宙人、まあ、つまり悪魔の高度な技術を得るためには致し方なかったということなんですね。これはつまりコリンズエリートは悪魔の高度な技術を使った実験をこのすでに3人の、ね、男女に対して、まあ、行っていたというふうに考えられるわけです。はい、実はこの本の著者であるニックは2010年の段階でその現役のメンバーだった人物と元メンバーの男性の取材にも成功しております。ニックやるね。ニックね、ニックよ。その際コリンズエリートにも関わっている世界支配に関する計画が話題となりました。その名もプロジェクトブルービーム。ブックからビームになっちゃった。ビームになりました。ブルーボトルコーヒー美味しいですね。感じないね。はい、このプロジェクトブルービームとはイルミナティなどの支配者層が世界統一政府を作ることで新世界秩序ニューワールドオーダーを実現し、人類を奴隷化するための計画だというふうに言われていますね。今に繋がってきましたね。はい、なんと米軍国連などの僕たちが知っている大規模な組織から軍用技術の開発を進めている機関のアメリカ国防高等研究所通称 DARPA、 そしてなんとあの NASA までもこのプロジェクトに関連しているということなんです。 NASA 何でも噛みすぎやで。何でも事業に一丁噛みして DMM と同じ感じになってるもんな。でここで暴露された話によりますと、このプロジェクトは全部で4段階あるそうなんです。まず第1段階目は人工地震を起こし、今までの宗教の歴史に矛盾する考古学的発見を演出することで人々の信仰心に疑問を与えることなんだそうです。つまりですよ、常識を疑うようにさせるということなんです。これはなるほど。これに関しては気象兵器と言われているハープがねその役割を果たしているというふうに言われますけどね。そして第2の目的、第2段階ですね、世界中の空に巨大なホログラムでキリストやブッダ、ムハンマドといった各宗教の聖人たちの映像を映し出します。これまでの宗教の教えは間違いだ、これからは新たな神が現れると、人々の脳内に世界中のありとあらゆる言語で直接語りかけると。どうですかこれ。びっくりするね。びっくりするよねこれね、うん、今でもさ戦争ってさエネルギー問題とかいろんなものね原因になってますけども、やっぱ宗教戦争っていうものあるぐらいその一つの神をめぐって対立したりとかするわけやんか、うん、人々のなんか、まあ、そういうマインドのその信じ込みのレベルっていうのはその人を殺してしまうぐらいにも発展してしまいますから、戦争を引き起こすぐらいまでなりますから、もしこういうものがですね空に投影されてそれを信じる人たちが多くなっていったら、簡単に世の中の人をコントロールできる時代になってしまいますよね。まあでももうドローンショーとか、ね、空に AR 映すみたいな技術があるから、うん、そうだね、できそうですけどね。できてしまうけどもね、地球の多くのこれまでそういった文明を持ってないところの人たちに急にそんな映像を見せられるとちょっとさすがに神来たと思うかもしれないもんな。確かに、まあ、映し出された聖人たちが一つになるという演出をねさせるんだって
開いてね、もう言ったらもうアベンジャーズみたいな、一つで集結みたいな、それが一つの神みたいなね。そうすると人々の信仰心を崩壊させるということができてしまう。でこれはすでに起きているという見方もありまして、実はこちらの写真をご覧ください。実際に2017年にはアフリカのザンビア共和国の上空で巨大な人影が目撃されております。え、合成は、これは合成、さすがに戸谷さん、これね、今ってねフォトショップがすごいなんか合成のなんかコンテンツのやつ できましたよね。なかった時代なんですよ。いや2017年、あったよ、 YouTube やってて、あの AI とかもなかった時代、記憶なくなったんですよ。フォトショップで作ってたよ、はい、これすごいですね。これね、地元の人々を恐怖に陥れるというニュースもございました。怖いなこれ。そして第3段階目、はい、人工衛星やマイクロ波を用いて人々の脳内に神の声として日常的に語りかけ、マインドコントロールを図るというものです。もうビジョンがね、空に神みたいなのが出て恐怖も煽って、それで声が知らんとか聞こえてきたら、もうそれはもうマインドコントロールできちゃうでしょう。ちょっと怪しくなってきたよね、この計画。これすごいことですよね、うん、これね。そして実はこの人類奴隷化計画プロジェクトブルービームの最終段階目であります第4段階目、うん、もうすぐそこまで迫ってきちゃってますよ皆さん、奥さん。宇宙人を利用した世界支配。実はこのプロジェクトブルービームの最終段階は、地球が宇宙人に侵略されるというホログラムを映し出し、人々恐怖に陥れるというものなんだそうなんですね。これホログラムなんか現実なのか見たら分かるやろっていう人いますよね。ただですね、実は先ほどの教会の司祭であり UFO 研究家のレイ・ボーチェによりますと、このホログラムは僕たちが想像するようなホログラムじゃないんですって。 3D であり、さらに実際の環境に影響を及ぼすことができるものなんだそうです。じゃあ 4D やないかい、ね、いや 4D でしょ。え、 4D ってなんか触られてる感覚とかちょっとするやん、はい、だから 3D じゃないやん、 4D、はいはい、もしかして 4D 知らないこのハゲ。いや、ハゲって言わないで、なんでそんなこと言うの。あ、すいません、はい、そういった高度なホログラム技術を用いまして、宇宙人の侵略という恐ろしい映像を人々に見せて、あの時を見計らって、これまたホログラムでできた神を映し出し、この神こそが地球を宇宙人の侵略から守ったよと人類に告げることで、全人類にこの神を信仰させ統一し、人類を奴隷化しやすくすることで、このプロジェクトブルービームは完成するらしいですよ。これ実際さ、あったよね、スパイダーマンでも。がいたイタリアのベネチアの舞台にね出てきた、いたら敵役がいるんですけど、うん、それがいろんなところにこうすごい超常現象みたいなやつをね市民にあえて見せるんですよ、うん、それ全部ドローンが投影したホログラムなんですよ。そういうのがあったんで、実際今もドローン自体が LED で発光して、暗いところ、まあ、夜空で、まあ、ポケモン作ったりワンピース作ったりしてますけども、 あれがもう映像それぞれ透過するようになってしまったら、そこにほんまになんか 3D で物体がいるわけですよ、というようにだいぶリアルなものになってきてるんですよね、うん、まあ何かね宗教的な大イベントを起こして人々に影響を与えようとする提案は、これ実はですね2001年から2009年までアメリカ大統領を務めたジョージ・ブッシュの時代にもすでに議論されていたそうで、はい、この提案は必要となればやってもいいだろうという見方をされていたと語っていたそうですよ。そうなんや、はい、こういった世界統一政府や人類を奴隷化するというですね非常に大掛かりな計画ですが、実は最近その話が非常に現実味を帯びてきました。実際に2020年、国防総省が公式に未確認航空現象通称UAP の映像を公開しましたね。それに関して7月に開かれた UFO 公聴会には、その公式に認められた UAP を目撃したパイロットライアン・グレイブス氏とデイビッド・フレイバー氏の2人が証言者として参加、両者ともに UFO が国家安全保障上の脅威であるという認識であると示し、同じく証言者として参加した国防総省の内部告発者でありますアメリカ空軍の退役軍人デイビッド・グルシェ氏もまた、エイリアンは地球を訪れていて人類を殺害しているという衝撃の内容を暴露しています。また今年6月には UFO 研究家のスティーブン・グリア博士が UFO や UAP に関する記者会見を開き、とても大きな話題となりました。会見ではなんと752名にも及ぶ内部告発者や証言者が協力していたそうで、これだけ大々的な告発などが次々と話題になっていることから、ついに UFO やエイリアンという存在が都市伝説ではなく現実のものとなったと思います。確かに、いよいよ宇宙人に地球が侵略されるのではないかという恐ろしいですね考え方に人々が多く偏ってきたんじゃないでしょうか、うん、実はこのように宇宙人を恐れる流れこそが世界統一を目論む支配者層の求めているものなんだそうですよ、うん、つまり先ほどのプロジェクトブルービームの最終段階、地球が宇宙人に侵略されると思い込ませ人々を恐怖に陥れるというフェーズが始まったんです。確かにね、はい、確かに最近の告発などは宇宙人イコール脅威などというふうにですね思想がゴリ押しされているようにも思いますね、うん、なので世間を騒がせている近頃の UFO に関連するニュースや内部告発
発は UFO や宇宙人が実在すると素直に聞いてはいけないのかもしれません。確かに。むしろ支配者層が人類を支配する計画を実行するために宇宙人っていうブランドを使った壮大な茶番にしか過ぎないのかもしれません。なるほどね。じゃあ日清とかヤバいんかもしれへんな。なんでですか？ UFO 売ってるやん。売ってます。あ、商標とかで宇宙と揉めるかもしれへんな。なんですか商標。え、 UFO の商標うちが持ってるでって言って宇宙裁判が開かれるかもしれないってことやろ。まあでも UFO ってさ、フライング操作言われてますけど、そこが争点になる。フライング操作なのか UFO なのかみたいな。でも UFO の UFO はドット入ってたやん。確か入ってる。あれうまい太い美味しいの略ちゃうかとか。え、そうだ、確かそうだ。へぇー、まあ、ごめんなさい、違うとごめんなさい。だからちょっと争点にはならないんじゃないですか。あ、そうなんや、はい、うまいことごまかしてますね。白い恋人と面白い恋人みたいなもんですね。あれごまかせてないよね。あれは問題になったから。はい、ということで今日の説はいかがでしたでしょうか。いや、面白い説でしたね。はい、僕たち200万人向けて一生懸命やってますので、ぜひね、応援するつもりでチャンネル登録出してない方もぜひ押してください。お願いします。そしてお願いします。高評価、チャンネル登録、そしてコメントをですねぜひ残していただきたいと思います。皆さんどんな感想を抱きましたでしょうか。そして概要欄に僕たちの個人的な SNS も貼ってますので、ぜひね TwitterX、 Instagram、 ビゴライブなどぜひプライベートな僕たちも楽しんで知っていただけたら嬉しいと思っております。ぜひフォローしてね、お願いします。それでは See you。 バイ。君がいたらわから無情にもカラビナほどけていく気もロリホリ人の理想に予言は入り込めない。君がいたいらわったら無情にカラビナ腕の涙時計のように稲妻のようにめくるめく放たされて弾ける。